ューサーさんか。喧嘩した。こんな言い方、子供みたいだな。かっこ悪い。ダリーがギターを弾きたいって。私はアイドルらしくダンスとか他のことをやろうって言ってさ、それで口論になって、このざまさ。なんでだろうな。一緒にユニットとして頑張ろうぜって言ったの。どうしてだろうな。私はさっきダリーに会ってきたんだろ。そりゃダリーの気持ちも知ってるか。私か。私は誤解を恐れずに言えば、普通のロックをやったってうまくいかないんじゃないかって思ってた。だからアイドルとしてなら、あんたにプロデュースされてたらうまくいくんじゃないかと思ったんだ。ほら、覚えてるか？諦める前に歌手になろうと思って応募してアイドル部門に拾われただろう。私はロックな音楽だけじゃやっていけなかったやつなんだ。ギターが弾けたって、歌が歌えたって、どっかで自分の限界を決めちまってたけど、私を考えてなかった。ダリーはきっとロック、ダリーと私でロックか。そうか、私のためにってのはそういうことか。バカだったのは私だ。プロデューサーさん、くっそ、悔しいぜ。自分のバカさと、バカみたいにまっすぐな、あいつの気持ちに気づけなかったことが。プロデューサーさんは？ダリーのところだってさ。そうか。かっこ悪いところ見せちまったな。ああ、でもここにいるのが私でよかったな。たくみだったら昼間二人でコールをしてる時点で夏希もリーナもボコボコだったぜ。そりゃ勘弁だな。余計かっこ悪くなっちまう。でももしかしたらその方がよかったのかもしれないな。どうしてさ。夏希、かっこ悪いとこ見せるの苦手だろ。おう、でもそりゃ誰だってそうだろ。気取ってるくらい許せよ。それだよ、気取るのは悪くないが、リーナに気取る必要はあるのか？過去だったり裏の顔だったり本音だったりを知れたら、ちょっとは距離近づいたんじゃないか。リョウトもそうだったな。そうだよ、私が元お嬢さんだな。他の奴らはそうそう知らない情報なんだぜ。夏希もそういうことちゃんと話してやれよ。相棒だろ。ああ、そうだな。そんなことを考えられないくらい私は自分に自信がなかったんだ。